アスラーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院占領制管区の、ラーンディル郡の市である。ベルクハウゼンとベールドルフの間のディルカワ・アスラーは、オーバーベスターバルドがクロフドルフ兵にヒスベルクの森や、ヘレサンに接するディル川の谷に位置する。ディル川は、隣のベッツラーでラーン川に合流する。対角戦法による、地理上のラーンディル郡の中心が、ベルクハウゼン市区の南西にある。 中核式とベルドルフ式は、ディルタールの船上盆地の底に位置している。残りの区はレムプタール、またはラーンギル山地の高台に位置している。アスラーは、北はミッテガール及び、エンアール、南東はベッツラー、南はゾルムス、西はエーリングスハウゼンと境を接している。アスラーは782年、783年に、ロルシュ文書の寄進状に、 初めて記録されている。この文書には、マルク・アスラーは、ラーンガウニに位置していると記述されている。他の多くの集落と同じように、アスラーは、川沿いのいくつかの大農場から発展し、第一次世界大戦前の工業化で、人口約5万人に成長し、ディル川の対岸に位置する、クライン・アルテンシテッテン集落と合併して、町を形成した。クライン・アルテンシテッテンは、 何度も独立しようと試みたが、アスラーから分離されたことは一度もない。第二次世界大戦後約1500人の強度を追われた人々を受け入れ、1971年12月31日に、ベヒリンゲン、ベルクハウゼン、ベルモール、オーバーアーレムプを合併して、アスラーの人口はかなり増加した。ヘッセンの地域再編に伴い州法に従って、 なされた1977年1月1日に、ベールドルフがペイによって、アスラーは、面積約4400ヘクタール、人口約13700人に拡大した。アスラーへの都市圏需要は1978年11月16日に、なされた。アスラー出身の、ルムペンヨストで知られる強盗、ヨハン・ユストス・ディーツは、1813年3月24日に、 議員選で逮捕されたアスラーが属した両方及び行政機構を以下に列記する。アスラーの福音主義教区、協会福音主義教会アスラー福音教会は、アスラーで最大の宗教組織である。アスラーは、周辺地域と同様に、福音主義の町である。福音組織は、日曜日ごとに、アスラーの福音主義教会で礼拝を行っている。自由福音主義教会、 ベヒリンゲン宿とベルモルシクにはそれぞれ自由、福音教会組織がある。この組織は、多彩な組織プログラムを、すべての世代のために提供している。自由福音教会組織は、福音主義自由教会連合に属しており、キリスト教会作業共同体のゲスト会員である。クリスト系ニヒカトリック教会かつての、アスラークリスト系ニヒカトリック教会は、約2000人の信者を要し、 クライン・アルテンシュ・テッテンを含むアスラー、ベールドルフ、ベルクハウゼン、ベヒリンゲンを管轄していたが、現在はビーバータールの西安な教区の教会となっている。アスラーの市議会は37議席で構成されている。2013年11月3日の市長選挙で、ローランとエッシュは63.5%の票を獲得して再選された。この選挙の投票率は39.9。 パーセントであった。図柄上下に分割。下部はさらに金字と赤字に左右に分割。上部は青字で、伸び上がりや赤い下と爪で威嚇する銀の獅子。下部は、向かって、左は直立した赤い獅子型、向かって、右は直立した金のヘーゼルナッツ。この町の紋章と旗の使用許可は1959年と1960年に、ヘッセン州政府によりなされた。 紋章の配色と図柄は主に中世を通じてアスラー周辺の生活を支配したゾルムス博とビッケン家に由来する。紋章下部のヘーゼルナッツは地名の成立を説明するものである。すなわちハセレアに基づく。これは戦死時代に橋ばみの枝で囲んだ聖域を意味している。教会建設に際してその記念碑が建立された。この記念碑は現在もここにあり、 毎週福音主義の礼拝で祝福される。アスラー氏は以下の都市と姉妹都市協定を結んでいる2001年10月、アスラー氏に大きな栄誉が与えられた。ヨーロッパうちの通信分野における市の貢献に対して欧州評議会はアスラー氏にヨーロッパの旗を授与した。ベールドルフ城アスラーの丸くと広場近くの山の上にアスラーの福音教会がある。これは アスラーの印象的な建物の一つである。ベールドルフ地区では、ベールドルフ城が見どころである。この城館は、1680年から1700年に、ゾルムスグラインフェンシュタイン博によって建設された。この城は、博家の未亡人院生の城であり、夏の居城でもあった。アスラー市は、市内に一般教養のための学校を参考を有している。ベルドルフの児童は、 第4学年以後通常は、アスラーのアレクサンダー・フォン・フン・ボルト・シューレではなく、近くのエーリングスハウゼンの総合学校に進学する。これに対して、ベッツラー・シニゾクス・ヘルマンシュタインの児童は、通常アレクサンダー・フォン・フン・ボルト・シューレに進学する。初学年から第4学年まで、第5学年から第10学年まで、アスラーは、アウトバー &A485 線経由で、 アウトバーンに A45 号線に接続している。さらにアスラーは、連邦道 B277 号線によって、ベッツラー、ディレンブルク方面に、良好なアクセスを有している。アスラーは、鉄道に樹船沿線に位置しており、アスラーとベールドルフの駅から乗降できる。アスラー近郊のベスターバルトの死脈の上に、グライダー飛行場がある。アスラーは、従業員数、 約2300人の上場されている真空技術製造業者、プファイファーバキュームの本社所在地である。ラインマイン地方の入り口に位置するアスラーは魅力的な企業立地である。ここにはソーラーシステムのコンサルタント及びモジュールメーカーのファイブスターエナジー、ベデアベルケンホーフーンとドレーベス、大型製パン業者モース、ホーベルト溶接技術、ブーデルス研磨技術、 ゲルト・メディエン GMBH、ベックル・ライツ GMBH 及び、ベルクハウゼン地区の成功、生毛業者マンフレート・フック GMBH がある。レジャー施設としては、約80以上の文化サークルや、スポーツクラブがあり、グリル場、遊歩道、太陽光温水プール、ラグーナ・アスラがある。私立ホール、各地区の公民館、多目的ホールが、アスラーの四区部に存在する。 ありがとうございます。